護はできてる。はい、最初一回戦目まだだ。はい、まずは最後当たって、あ、デッキエスケープで起きてるんですよ。カード間に合ってたけど、はい、ラスト入ってめぐりに行く。ブレが繋がって投げつけてますよ。さっきの勝ちが間に合わないけど、とりあえずバロスで行って、私の勝ち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 、まあいいや、階段を下ろす。通知だよね、通知だよね。他に思いつかないんだよ。さあ、ブラザーの話してたのも端っこですよ、これ。2回目さあ、ここは逆流で返して上を取って、右で突き出して足で片方に下がるような感じだよ。いやめて、だけ当てて一発で撃たれろ。コマ投げ放って、さあ取ったって、さあ逃げだ。お互いが逃げに行きたい一発で、これ大丈夫なんか、大丈夫なんか、大丈夫じゃない。見えないところで空中コンボ入って、とりあえず最初では稲月激戦の興奮で冷めありません。シャドウはさっさと行きましょう。はい、マカダムさん、マカダムさん、マカダムサトロドムさん、あれこれ己のプライドをかけ今戦、はい、ラウンド1、6人しかいないんですけど、これ1回戦目である準々決勝です。準々決勝、第2回戦ロドムとマカダム、はい、守ります、守ります、
往復して勝ったのはロードムアギス。 2P 側の勝利です。全力で戦わせていただきました。またのお手合わせよろしくお願いします。はい、お待たせしました、オナハさん。天下分け目の戦いが今総合はもらえるかもしれないけど分かんない。優勝者誰だったんでしょうね、分かんないけど、まあ、開幕候補決めてて固めに言ってるのは大会優勝常連のボス、おめえだ総合くらい決めたけ。ちなみに前回は本物とかそんな感じですね。はい、本物カランワが絡めていて、おっ、何今なんか絡めしなかった、よくわかんないけど、受け付けつけるけど、逆にダウン取ってペタローはこれがあるからやめなさい。バトケー、ハイスリアッパー、おっと、受けてる、間に合う。もう一回するやっぱ。これならどう？ね、おーすごいね。なんか降ってきたよ。あいつのことも言うの？ワンマン投げ、これ。振り切れ、振り切れ、振り切れ。ながらも、逆切れを我慢してる。足払いが。チレチレチレ。そうなんです、あのガイルみたいなの意外と長いんですよ。よくごめん、しっかり引っ張って、バターくらって、逆にの、さあ、ジャンプ飛んで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 、ジャンプ体力と格闘力。あ、もう一前には普通にやっぱ受ける体力だったけど、なんか中川ちゃんを打って1杯減らしてゲージは完結と体力ぐらい。違う、これこの人詐欺です。勝ちまして勝ちまして、ワンモア、ワンモア、ワンモア、なんかわかんないけど、ワンモア、何のワンモアですか。ワンモア私が出た。でもなんかこの人表情一つ変えてそのまま固め続けてますね。なんか辛そうな場面見せつけながら決勝進出、モスの皆さん 2P 側の勝利です。で、このモスとやるのが、はい、ロドムさんとバヤスさん。勝った方が悔しいか。だがもう遅いんだよ。はい、早速賄賂、まあパートナーのやってるでしょうし、わかんないけど、逆に富山の方は相手するなんでね。はい、まずマリンカリンを逆に対比して、さあ早速メッセスネからの逆にミスミート、ここはエーレギー渡して、さあ逆にガルカに時間をかけるジャッジ、ガルカの体力を張っていったのだけだよ。おっと、明日のヒットジャガリーヒットから無理無理と、なんかいい声で泣いております、バイアス。なんでなんよ、やめろ。あ、やべ、マイクで言っちゃった。最難度めぐりのピーターでして、めぐってないけど直打して、やきでとりあえず一回割る、あれがあるして、もう一回やきで勝ち、勝ち、ここでヘッドガードさせて、さあ戻ってくる、あれが一枚割れして、ラジカルを空中ヒットをしっかり扱いながら下行きますと、いいところ、ここでバースト、発見はしないけど、なんか出ましたね、なんか漏れたけど、向こうは折り上げじゃありません。ここはアテナが俺に任せろと言った感じで、もう抜けられて、ボコつかれて、ボコつかれてぶつけられて、アテナちゃん何やったの今。投げ釣りは、これは投げ釣りしない、今日投げ釣りがどんどん通る、ウフラインで1ライブ取り返した、バヤスにする、ラウンドファイナル、
出ちゃった感じ。まあ出ちゃったもんはしょうがないですね。はい、劇的逆転勝利。しょうがないので、バイアス。もうじゃんけん始まってる。早いな。君の成長ぶりには。はい、そのまま決勝戦でございます。モス対バイアス。いけないな。何かが起こる予感がする。大丈夫です。関係ありません。ハンデでも何でもないです。何でもないんですけど。何でもないですけどね。ただ皆さん、ピエッカからぶって、パチューと壊して潜ってんすか、発表がついたのではないんですけど、カウンターリーとしてダッシュ、コマ投げ、また打ち投げにはいかないで、カウンターリーのジャンプ、これ、スタートして、エレから、ジャンプ、二段技なんでね、高めに出してもらって、これ、野球ヒット、ドラーでちょっと前進めて、スピードに空振ってる。ジャンプ2で追いつく。ここはフルスイング。アスティンハッピーが逆に追い込む。アスティンハッピーしたところにここは有利に取って、アスティンから手を持ってってダッシュ。フルライン間に合わない。ウフラ置いて、でも8位はよく分かったけど、残ったちょうど覚醒したところで、やっちゃあ確定まであと一歩といったところ、カイタウェーブ間に合わない。カーブ間に合わない。ワンマンパラも間に合わない。ガキャン、こんなところにガキャン刺さるけど関係ねえという感じで、またワンマンから立ち早めに急ごう。投げつかりに間に合わない。そして逆入れ警戒したものの、2段ジャンプにおっと巻き上げてきて、足笑いを刺しに行ったが、向こうの逆入れが間に合う。あのワンバー刺しに何ですかね、分かんないけど、刺しのバーム刺して、2段ジャンプに行ってるのは、命令させてくれてる。ジャンプに空振りして、刺しに下がりぐらいで、すごい持ってくる、しかし逆入れ。裏に回さないで足をバーボして、タイマータッチは無理か。2回目これはしゃがみが押すといろいろカウンターヒットって黄色かったりして、いいですか、バッターヘッドの逆で割る。それからアミダレニャニャン空振るけど、さあ引っ張ってまいりました。エアブラック中盤ですよ。さあ強気に入って縦拾いを見せる。大丈夫だね。あれこれはしっかり切れた。バックしてジャンプ D で引きずり下ろしてきて、足払い8位割ってきた。さあどうなのこれ、月面の、あ、意外と減るね。しかしゲダウンに脱出させて、しっかり月面まで決めて、はい、はい、ちょっとお前ら喋らせる、失礼してたね、試合終わった時に。はい、優勝はモッさんのみなずきです。おめでとうございます。目障りだ、せいぜい餌にでもなればいいさ。いやまあ僕なんとかが出たんですけど、まあのぞむくんとマカくんは大会頑張ってください。はい、ありがとうございました。ですね、一部
終わりです。2部はですね、今回ブレイブルー固定 3-on-3 となっております。ブレイブルーで遊べる人はですね、また参加していただけるとありがたいかなと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。それでは1部締めさせていただきます。ありがとうございました。ジ・アルティマ